白百合ペット王国、皆さんこんばんは。こんばんは。今日も始まりました、白百合ペット王国。元アナウンサーで所沢市内の合唱団に所属し、薙刀の有段者で数々のボランティア活動をされている茶子さんと、所沢の米で日本酒を作る会を立ち上げ、また脚本、童話、エッセイも書き、ペット総裁の仕事をされています菊池一夫さんとお送りします。この番組はゆりかごから墓場までペットの一生を網羅したラジオ番組です。ペットを愛してるから健康のこと、しつけのこと、もっと知りたい、そんな飼い主さんにお送りするペット情報満載の30分番組です。この後一緒にどうぞお付き合いください。この番組は、所沢でお部屋を探すなら、お部屋探しのパートナー株式会社 TS と、ペットの送り人でありたい白百合ペットセレモニーの提供でお送りいたします。それではオープニング曲、シンガーソングライター八木田舞ちゃんで哲学をお聴きください。白百合ペット王国、番組に嬉しいお便りをいただきました。茶子さんより紹介いただきましょう。前回放送で紹介させていただいた春日由紀さんより、早速お便りをいただきました。白百合ペット王国様、平成30年10月16日千の風を電波に乗せていただきましてありがとうございました。電波とは、その時の命を風の中に生かす力、すごいと思います。皆さんが面白い反応でした。三輪明宏さんの命名に関わった古い時代の方が生きていたらと、残念です。全く年月とは不思議な世界を通り抜けています。春の日に溶けてなくなる雪を春日由紀と決めた人も、その道の人でした。形が消える悲しみはいらない。年齢の分の世界を生きて、流れ着いたのが今の場所です。もう少し、皆さんの当たり前を眺めて、楽しみたいと思っております。生きる会会長、春日由紀。ありがとうございました。ありがとうございました。Oh.
茶子さん、はい、11月3日は文化の日、方々で文化祭なども多く開催される時期ですが、どんな言われで文化の日なんですかね。深まる秋、平成の年最後って思うとちょっと感慨深いものがありますね。11月3日は国民の祝日であり文化の日です。その趣旨は次の通りです。自由と平和を愛し、文化を進める日。ではなぜ11月3日が文化の日になったのでしょうか。文化の日の形式上の意味と由来はこうです。この11月3日は1946年に日本国憲法が公布された日。そしてこの日本国憲法は平和と文化を重視したものであるとされたため、文化の日として国民の祝日に制定されました。ちなみに5月3日の憲法記念日は、日本国憲法が施行された日を記念して制定された祝日です。1946年って言ったら昭和21年ですよね。ええ、終戦の翌年です。でも実はこの文化の日という名称もその趣旨も本来の意味とは全く関係のないものなのです。本来この11月3日は明治天皇のお誕生日であった明治節と呼ばれる祝日だったのです。明治天皇が崩御された後、明治天皇のお誕生日であった11月3日を祝日として残したいという国民の声が非常に多かったために、明治節という祝日が成立しました。しかし日本が先の大戦で負けた後、 GHQ は日本の弱体化を狙い、天皇や神道に関わるものを徹底的に排除しようとしました。そして明治節も廃止されてしまうのです。ですが明治天皇の明治節はどうしても残しておきたいという意図が日本政府にあったため、日本国憲法の公布を意図的に11月3日にして、それを祝日にしたと言われています。つまり形式上は日本国憲法の公布日を祝ったものなのですが、明治節の趣旨こそが11月3日の祝日の本来の意味なんです。明治ですかみたいですよ。はい、駅から近くて家賃もお手頃、ペットも OK、 そんな物件ないかしら。あるんです。駅から近くて家賃もお手頃、もちろんペットも OK、 私たち TS にお任せください。所沢市南住吉株式会社 TS。白百合、白百合、白百合、あなたのペットのもしもの時に真っ白い百合を思い出してください。白百合ペットセレモニー、お問い合わせご相談は 04-2928-0900 まで。
今年の8月15日からの放送で登場していただいたロックバンドリボンさんからお便りをいただきました。茶子さんより紹介いただきます。はい、菊池さん、茶子さん、お久しぶりです。はい、ロックバンドリボンの一期です。第105回白百合ペット王国に出演させていただきありがとうございました。はい、番組の中で日々の生活の中ではあまり考えることのない戦争や平和などについて改めて考えることができました。大変勉強になりました。今ある平和が持続しより良い世界となるようできることから少しずつ努力をしていこうと思いました。さて突然ですが、11月末に我々リボンの新しいアルバムが発売されます。内容は昨年 YouTube に発表した平凡と生活、暇の海など7曲をまとめた作品となっています。いい作品にしたい、聴いてくださる方に喜んでもらいたいと今一曲一曲を丁寧にアルバム制作に取り組んでいます。11月29日木曜日、ライブハウス池袋チョップで行われるライブで発売開始となりますので会場にお越しください。今後ともよろしくお願いいたします。はい、平成30年10月ロックバンドリボン一同ということでした。はい、白百合ペット王国。茶子さん、はい、先日ですね、私、藤本忍さん、はい、トランペットのね、知ってます。何回か演奏会、はい、そうですね、聞かせていただきましたよ。あの方がワンちゃん、白いワンちゃん連れて散歩してたんです。うん、でそばに行って声かけましたら、はい、おーなんて言ってくれましてね、でワンちゃん散歩ですかって言ったら、うん、これね目が見えないんだよなって、で見たらね目が真っ白なんですよ。あらら、うん、あ、何ですかって言ったら、うん、これ白内障かななんて言ってましたけどね。じゃあ高齢犬なんでしょうかね。何歳ですかって言ったら99ぐらいかななんて言ってましたけど、はい、はい、白内障って言えば、実はつい先日なんですが、主人が白内障の手術をいたしました。ああ、どうでした。はい、うちの場合は日帰りで、両目をしたんですけれども、やっぱりこう白内障って現実になんかこう遠い存在だったので、いきなり手術ですよって言われたら、一緒にいた私もって思いました。それでちょっと白内障をね、自分でもちょっと勉強してみたんですけれども、白内障とは、人の目はよくカメラに例えられますが、カメラのレンズに相当するのが水晶体ですって、その水晶体は直径9ミリ、厚さ4ミリの凸レンズの形をしていて、その膜に包まれているって、この膜の前面が全脳、後ろの面が高脳と呼ばれていますって、で一方水晶体の中身は
透明な組織で、タンパク質と水分から構成されていて、皮質と核に分かれています、うん、で正常な水晶体は透明で光をよく通します。しかし様々な原因で水晶体の中身のタンパク質が変性して濁ってくることがありますって、うん、これが白内障です、はい、水晶体が濁ると光がうまく通過できなくなったり、うん、光が乱反射して網膜に鮮明な像が結べなくなり視力が低下する、はい、ということなんですね、うん、はい、で白内障っていうのは、その様々な原因で起こるっていうんです。で最も多いものが加齢によるもの、はい、これを加齢性白内障と呼んでいます、うん、個人差がありますが誰でも年を取るにつれ水晶体は濁ってきます。加齢性白内障は一種の老化現象ですから高年齢の人ほど多く発症しますって、うん、最近ではアトピー性皮膚炎や糖尿病などの合併症として若い人の発症が増えていますって言うんですね、はい、また他にも今話題になっていますが、うん、母親の体内で風疹に感染するなどが原因で生まれつき白内障になっているケースや目の怪我や薬剤の副作用から白内障を起こす場合もあるということなんだそうです。そうですか、うん、はい、だからワンちゃんがその目が白く濁って見えたっていうのは、やっぱり水晶体のその濁りなわけですよね。確かにね、99歳って、ね、高齢犬だったんですよね。ですよね、で白内障 の、 その治療とか手術のことだったんですけれども、はい、日常生活に支障がない程度であれば、点眼薬とか内服薬で白内障の進行を遅らせることができるんですね、はい、だけどこの薬剤は水晶体が濁るスピードを遅くするもので、うん、症状を改善したりその視力を回復させるっていうことができないそうなんです、はい、だから白内障が進行して日常生活で不自由を感じるようならばやっぱり手術をした方がいいって、手術ね、はい、そういうことでした、はい、で私のやっぱり行ってたその病院で、はい、お目にかかったケースですが、視力が 0.7 以下で運転免許の更新ができないって、うん、はい、そのためにやっぱり白内障をするっていう方がやっぱり50代の方にいらっしゃいましたね。だから、うん、外で眩しくて極端に見えづらかったり、その仕事に支障があるほど視力が低下するっていう時は、やっぱりその眼科へ行って、その白内障じゃないかっていうことを検査していただいた方がいいかもしれませんね。何か日帰りでっていうんじゃ簡単な手術なんですか？はい、そうなんですよ、前の日に、はい、その前の月に身体検査っていうか全部 の、はい、内診をしたんですけれども、その結果を持って1ヶ月、はい、まあ半年以内だったら有効って言ってましたけど、その検査の結果を持って、前日にそのちょっと目薬をさしたりとかっていうことがあって、はい、当日はお昼までに来てくださいって言われたんですが、はい、あとちょっと目をこう入れる点剤ですか、はい、やって、点眼ですねをやって、はい、でその後ちょっと瞳孔開くんでしょうかね、ちょっといろいろ手当てはあるんですが、はい、手術自体は10分から15分、あ、そんなもんで、はい、だから片目15分15分だから1週間置いて両目をやったんですけれども、手術自体は本当に簡単なものでした。でも眼帯をして出てきて、はお帰りくださいっていう病院で20分ぐらい休憩をして、まあ、本人がね車運転したりとか外歩くことできませんので、まあ、付き添いの方は必要でしょうけれども、手術自体は本当に簡単なものでした。そうですか、はい、
ただ手術が終わった後で、うん、やっぱりずっと点眼をしなくちゃいけない、うん、1日に4回、うん、3種類ぐらいの薬を、はい、こう朝昼晩寝る前っていう感じで入れますので、うん、相当神経を使っていないと、うん、ケアできないという状況ですね。うん、終わった後の痛みなんていうのはどうなんですか？あ、全然なかったみたいですよ。ああそう、はい、相当の極度の近眼だったんですが、主人は先生の方から、近くが見えた方がいいですか、どの距離あたりまでをよく見たいですかっていう、はい、そんなお話があって、本人の希望によってそのレンズの厚さを交換する厚さをね、決めるということでした。ああそうなんですか、はい、だからすごい医学の進歩だと思ってびっくりしました。あ、そうですか。で今終わった後1ヶ月経って、今は近くがよく見えるようになって、日常生活に不便はないんですが、やっぱり遠くを見たり、やっぱり景色を眺めるときに二重になったり、そういうのが嫌だから、こう遠くも見たいっていうことでやっぱり処方箋書いていただいて、眼鏡を作ることになりました。じゃあその遠くについては眼鏡でカバーできるんですか？そうですね。だ今遠近療養っていうのもありますけど、ありますよね、やっぱり慣れないとなかなか不便なようで。あ、そうですか。また後発白内障っていうのがあって、手術をした後でも数ヶ月とから数年で、またその目の症状がおかしくなるって感じることがあるんですけど、その後発性の白内障は手術をしなくていいんですって。でレーザーを使って簡単に濁りを取ることができるって。レーザーで？レーザーで。だから視力はすぐに回復するし、入院の必要もありませんって。だから手術した後、心配はないよっていうお話でした。そうなんですか、はい、いやそれは、だからね、人間もワンちゃんも変わりませんけれども、もうぜひワンちゃんのことも先生に伺ってみたいと思いますよ。あ、そうですね、はいはい、愛するペットと暮らす穏やかな日々、想像する新しい毎日、所沢でお部屋を探すなら TS、 まずはお気軽にご相談ください。株式会社 TS、 電話04-2924-9459。 白百合ペットセレモニー、愛する小さな家族の旅立ちをお手伝いいたします。ペットの送り人として心を込めてご葬儀を受けたまわります。白百合ペットセレモニー、カタカナでところスペースペットセレモニーで検索。白百合ペット王国、あやめ先生にお聞きしたいと思います。先生よろしくお願いします。白百合ペット王国、今日はあやめ先生に動物の白内障についてお聞きしたいと思います。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。先日この目の真っ白いワンちゃんを散歩しているのを見かけて聞いてみましたら、白内障でこの子は目が見えてないんですって、そういうふうに言ってましたが、この動物の白内障について今日は教えていただきたいと思います。動物っていうのはみんな白内障にはかかるもんなんですか？そうですね、多くの動物が白内障になります。ワンちゃんは特に多いですね。ワンちゃん多いですか、はい、で年どれぐらい、何歳ぐらいなんですかって言ったら、その方、この90過ぎてると思いますなんて言ってましたけどそうですね、高齢期になって老齢性の白内障が一番多いので、まあ、そんなにこう真っ白な状態だともうかなり成熟したものになるので、90歳っていうのは、まあ、先生によって見解が違うのでなんですけど、まあ、15、6は超えてるのかなという印象ですけど。ワンちゃんの白内障、先生のところにもいっぱい患者さん見えますか？そうですね、白内障かもしれませんっていらっしゃる患者さんは多いです。治療としてはどういうふうな治療されるんでしょう？初期の段階であれば進行を遅らす目薬みたいなものがあるので、
そうですね、そういったものを使われる方もいますし、うん、で進行したものだと、まあ、基本的に治すというレベルだと手術っていう形になりますね。じゃあ先生のところでも手術もされることありますね。特殊器具を使った手術になりますので、はい、あのうちではちょっとやってないです。で基本的に白内障の手術をなさる先生は多くはないと思います。眼科の専門医の先生だったりですとか、大学病院ですとか、まあ、一般病院でもやられてる先生もいるんですけれども、手術をご希望であればやってる病院を探される形になるかなと思いますね。一緒に番組やらせていただいている茶子さんのご主人がこの前白内障の手術を受けたんだそうですが、手術そのものは10分ぐらいで終わって、あと帰っていいですよってやれるんだそうです。そんな簡単なもんなんですか？動物の場合は人間ほどには簡単ではないんですね、はい、安静に動かないでいてくださいとかできないし、目触らないでくださいとかできないんですよね。そうするとやっぱりその子の性格的な問題で手術はできないですねって言われちゃうこともあります。なぜかというとやっぱりこうナイーブな子で痛みに弱かったりして興奮したりとかすると、白内障よりもちょっと大変なことになる緑内障、眼圧が上がっちゃう病気ですね。そういったことですとか、あとはせっかくレンズはきれいになったのに角膜炎を起こしたりだとか、いろんなもっとひどい状況になることがあるので、性格によってはこの子は手術の後管理が難しいのでちょっとできそうにありませんみたいな形になることは多いです。その性格、そういうふうなものを見ながらって、そういうふうなことなんでしょうか？そうですね、その辺も難しいところですね。飼い主さんのご希望と、ワンちゃん自体は痛みに対してはご希望は大概持っていないので我慢するということはなかなか難しいので、まあ、痛みの管理も、まあ、かなりできるようにはなってきてるんですけども、人間よりはやっぱりコントロールは難しいですね。多くはなってきてるわけなんですね。白内障の数が、はい、数がという、そうですね、多くなってきているという印象は特にはないんですけど、ワンちゃんの寿命というか伸びているので、まあ一昔前に比べると、まあ、10年だったのが5年伸びましたみたいな形になってきているので、まあ、老齢性の白内障を患う可能性は高くなってきている、がんが増えるのと同じ感じだと思いますね。この原因になるものは今老齢性ってこういうふうなお話でしたが、その他にも何個かあるわけですか？そうですね、遺伝的なもので先天的にもう早く若年性でなっちゃう子ですとか、あと急になっちゃう場合だと糖尿病に罹患すると白内障、代謝の問題で変わってしまって急に進む場合があります。動物の場合でも糖尿っていうのは万病の元になるわけですね。そうですね、糖尿病にが原因で白内障になる場合は残念ながら白内障の治療よりも血糖値管理の方が優先順位が高いので、まあ白内障自体というよりも糖尿の治療っていう形になってきますね。これから季節も今度は冬に向かっていきますが、これから冬に向かっての動物のこの気をつけた方がいいよとか、でそういうようなことがあったらちょっと教えていただきたいと思いますが。そうですね、冬の方が1日の温度差っていうのが、はい、暖房したり、はい、切ったりすると、はい、かなり出てくるんじゃないかと思うんですけども、はい、例えば人がお留守にするときに暖房を切るとか、はい、寝るときに切るとか、はい、でワンちゃん猫ちゃんでもなんかペットヒーター入れてもらったりとかするんですけれども、まあ、一般的にはその上にいないと暖かくないっていう形になるので、体全体が温まらないことがあるんですね、はい、でもしくはそういうのの上に乗るのが嫌いで、寒くてもそういうところには乗らないみたいな子もいますから、若い頃は平気だったんだけれども、やっぱりある程度の年齢
を取ってくるとそういうあの気温差みたいなのがあの体調を崩す原因になったりすることもあるので、はい、あのお年寄りの子の方があのそういう温度管理はある程度必要になってくることがありますね。あの若い時はお洋服大嫌いですぐ脱いちゃったんだけれども年取ってくるとあの別に平気で着てるのよなんていうのはそういうことだと思うんですよね。あったかくていい、ね、あのお洋服あの着てるのためらわれる方もいるんですけど年取ってくると意外とあの従順に着てる子もいるのでその場合は 着せてていいんじゃないかなと思いますね。あのワンちゃんの洋服というのはずいぶん前から見かけてもいますが最近この猫さんにこの洋服を着させたりってこういうふうなのもありますがこれはどういうふうなものなんでしょう。猫ちゃんの方がそういうの嫌いますね確かになのでなかなか着せられないことが多いんですけれども、まあ、猫ちゃんの方がワンちゃんよりはどっちかというと自由度が高いことが多いのでそれこそお布団の中に潜り込んだりとかができる場合があるのでまあ自由に温度管理できるような状況になっていればそれはありかな。それこそこたつに入るとかそういうことができるのでありかなと思いますね。あと最後にですね我が家のね家族ちっちゃな家族イセキセイインコがいるんですが2羽いるんです。卵を4個産み、まあ、4個産んで今抱いてるんですがもう10日ぐらい抱いてますかね。これ飼えるもんなんですかね。もしあのちゃんと飼えるようだったらば、はい、20日前後抱き始めて20日前後で飼えると、はい、言われています、ただあのペットトちゃんの場合は、はい、あのなかなか帰る可能性は低いですね。やっぱりあの初めてあの卵を産んだりすると、あのある程度野生身が残ってる子じゃないとあのちゃんと管理ができないんですね。放卵って言ってこうずっと暖かくするのもそうだし、転卵って言ってちょっとずつ卵を動かさなきゃいけないんですよね。であの巣が巣作りみたいなものからもともとは始まるので、はい、あの本当は巣にこうあったかくできるようなこう自分の毛を抜いたりだとか素材を持ってきたりだとかしなきゃいけないので、あの巣じゃないところに卵を産んだりとかするとちょっと温度管理として足りなかったりとか、あとまあ単純に無精卵だったり オスメスいたとしても受精してなかったりとか、いろんなことが原因でなかなか帰るっていうのは難しいことが多いですね。ただ一旦帰る子がいるようだとその子は結構育てたりするみたいですけどもね。はい、野生の場合にはそういうふうなことをこの自然のうちにできるようになるわけなんですね。そうですね、できない子は自分のあれが育てられないっていうことになるので、はい、できる子が生き残っていくのでまあ、できるという感じだと思いますね。ペットちゃんの場合はいろんな飼い主さんが助けてあげるの で、ね、あんまりそういうことは気にならないんですね、はい、動物この鳥なんかでも母性本能っていうのはじゃあきちっとあるわけですよね。そうですね、あの母性本能というか、まあ、あの動物としての本能はあるんですけれども、はい、ただそうですね、そうなんですけど、あのホルモンバランスというのはやっぱりあの人間と一緒に暮らしているとちょっと崩れてしまうので、あのなかなかあの難しいこともありますね。はい、すいません、ありがとうございました。今日はワンちゃんの白内障から冬の管理からそれから小鳥さんのこの帰るか帰らないかっていうインコの話までお聞きいたしました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。白百合ペット王国、番組もいよいよ終盤に差し掛かりました。今回は春日由紀さんとロックバンドリボンのお便り、11月3日文化の日のおさらい、そして白内障について、また最後にあやめ先生のコーナーでお送りいたしました。この番組は所沢でお部屋を探すならお部屋探しのパートナー株式会社 TS とペットの送り人でありたい
白百合ペットセレモニーの提供でお送りいたしました。お別れはドリーミングのオリジナル曲から日の光を田島玲子さんでお聴きいただきながらのお別れです。それでは次回まで皆さんごきげんよう。